キリストの内にあるならば、その人は新しく作られたものです。古いものを過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなった。そう書いてます。聖書にはそう書いてます。皆さん、人間は誰でも自分の心の中に汚い、ずるい、嫌な自分を見出すんです。だけどイエス・キリストがそんなあなたも愛していると言っています。ありのままのあなたを愛してるんです。そしてイエス様は言ってます。私の愛の中にとどまりなさい。この愛の中にあなたの全てがあります。あなたの生きる全てがあるんです。皆さん、人間は愛というものに満たされていきなければ生きることはできません。ご飯を食べても誰かに良い行いをしてもらっても、しかし心の中にはずっととどまることはできません。皆さん、人間はこの肉体だけではありません。心というものがあり、魂というものがあり、霊というものがあります。皆さん聞いてください。私たちの救い主はこの世の中でイエス・キリスト、この名以外に与えられていません。神は唯一であり、神と人との守護者も唯一であり、それは人としてのイエス・キリストだと聖書に書いてます。皆さん、私たちがこのイエス・キリストの愛に満たされるならば、私たちの人生は変わっていくのです。皆さん、聖書の中にこう書いてあります。不法がはびこるので、人々の心から愛が冷めてしまうと書いてあります。この世の中が狂ってしまったのは、私たちの中に愛が冷めてしまったからです。なぜならば、私たちが神を神として認める、私たちのために十字架にかかり罪を贖ってくださった身代わりの犠牲となってくださったイエス・キリストを信じないからこうなっちゃったんです。皆さん、東北のあの 3.11 の被害も、また今回のフィリピンの被災も、本当に人間が招いた罪の結果です。皆さんは今正義で生きていますけれども、いつ何時そういう災害によって命が絶たれるか分かりません。あなたは死んだ後どこに行きますか？皆さん、あなたは死んだ後どこに行きますか？皆さん、聞いてください。イエス・キリストは言われました。私が道であり、真理であり、命であると言いました。私を通していただければ天と神のもとに行くことはできないと書いてあります。皆さん、エソなことじゃないんです。自分の命を、自分の救いをイエス・キリストによって達成してください。そしてあなたが救われるならば、あなたの家族